今日も元気に下出るやっていきましょう。武器商人ちゃんがゼウスカノンとかいうすごい名前の武器を売っていました。石像でも発射されそうですね。携帯型核融合炉だって、素敵。私もそう思います。こいつを持って次のステージへ向かいましょう。アクト6、ザボイド。ボルボ、ボルボ、ボルボ、ウェスウェス。バイオハザードで恋愛レボリューションですか？さて、まずは色とりどりの砲火が私を出迎えてくれます。クレ軍航空襲みたい。さて、四角形のステージが斜め方向に繋がったエリアを進んでいきます。なんというか、ビスマス結晶を思い出しますね。変なまんじゅうだ。しかし特に何かすごいものがあるわけではないのです。実は隠し通路とかあったりしませんか？どうなんでしょうね。いろいろ見て回ってはいますが特になさそうです。ルークなケムのようにはいかないみたいですね。ここのステージもあんまり長くはなかったです。でもなんていうか、暴走した天使がみんな下出るの中にいるのが気になりますね。外から来て天使を殺すのが興味殉教者っていうのも直感に反します。もっと言えば天使をおかしくさせた神を殺しに行くのが目標ですからね。盲目的に従うことが興味殉じることじゃないんですね。時には殺しに行かなければ。やりすぎだと思うんですけど。次のエリアには、下に降りることではなく水平に移動します。もう一番下までたどり着いたんですかね？さあ。でも落下しつつ入ってくるんですね。次のステージは不浄な寺院らしいです。テンプルなのでキリスト教以外なんですかね。さあ。さて、話すこともなくなりましたし道なりに進みましょう。好きな道は西王子です。私はモスクワ街道ですかね。このステージ名テンプルですよ。これカッコつける必要あります？わかりやすい方がいいかなって。さて、見にくいですが新しい敵と戦っています。遠くてよく見えませんね。あまりにも硬すぎて最初無敵なんじゃないかと思っていました。こんなとこで弾使いたくないんですけどね。でも武器は不自然なほどいっぱいありますし大丈夫です。4次元ポケットでも持ってるんですかね？それは知りませんが最後のロケットです。いつ見てもチリとなる瞬間は心を癒してくれます。キモいので死んでください。私が死んでも別な私が出てくるのみです。無性生殖しないでください。ここでも、光の中を通って次のエリアへ向かいます。相変わらず落下しつつ登場です。ここのステージ名は粉砕機らしいので敵を粉砕していきます。いつも通りでは？そういうものはあります。でもここはどちらかというとホラーステージでした。この敵と戦って、一旦引いて体勢を整えようとしたら消えていたのです。本当に消えてますね。ま、ありがたいですけどね。あんまり超常現象に感謝してる人は見たことないですね。それではその辺に落ちてるブルーキーを拾います。ここの BGM めちゃくちゃいいですね。知的で不気味な感じがしますね。手に入れた鍵で扉を開けますが、また怪奇現象が起きてしまいました。左上、赤い敵が首を吊っています。埋もれているだけでは？苦しそうなので楽にしてあげましょう。いやー、いいことをすると気分がいいですね。自分が悪人だと認識してない奴が一番立ち悪いことがよくわかりますね。この先は博物館みたいなところに繋がっていました。ガラス張りの引導が並んでますね。まあ、だからどうだってことはないんですけどね。どうしたんですか？いつもみたいに情熱燃やしてください。画面の中でお人形遊びしたって何になるんですか？見るべきは現実なんじゃないんですか？どうしたんですか？いつもみたいに情熱燃やしてください。どうしたんですか？いつもみたいに情熱燃やしてください。お人形も壊れちゃいましたね。やめるときはこんな感じでやめようと思ってるんですけどどう思いますか？骨組みとしては悪くないと思いますが肉付けが足りませんね。そうですかね、多くを語る方がセンスないと思っちゃいますけど。それでは奥にあるボタンを押しに行きます。こんな怪奇現象の起こるところに入れるか私は次のエリアに行くぞ。次の犠牲者のセリフなんだよな。すると、壁が上がって向こうへ行けるようになります。また誰か挟まってないですかね。これは主体とというのです。この先でもスイッチを押しに行くんですけど、またちょっとしたホラーがありました。ミニマップ上には敵がいるんですけど、実際には敵が見つかりません。スイッチ押したら出てくるんですかね？
そんなこともなさそうです。まあ無視しまして次のステージに向かいましょう。ここのステージの切り替わりはいつも通りなんですね。わかりません。次のステージは腐った聖域らしいです。チコが足りねえからよ。そっちのサンクチュアリはまだ腐ってませんね。まあ、特にここも何もありません。敵を倒してエリアを駆け上がっていきましょう。下に行ってんのか上に行ってんのかわかりませんね。最初は蜂熱地獄とかモチーフにしてるのかと思ってましたが仏教ですしね。不器用だからよ。地獄に落ちろ。統括統括。でも今は各階層は独立したものだと思ってます。こんなマグマの海、前回もありましたがこれが階層になってるのは不自然かなって。さあ。ではまた自然落下しましょう。ヒューストン。その先でちょっとアイテムを買ったら、また落下します。ドニプロペトロウシク。急に排泄音みたいな都市名になったぞ。さて、その先ではボスではないんですが大きなロボットが出てきます。これまでの足みたいな見た目してますね。濃密な弾幕が組みしづらい相手です。もうすぐボス戦なんですけどね。でも、意外とあっさり倒れてくれました。あれ？こいつに前会った時死ぬほど弾使った気がするんですけど。当たってなかったのです。そしたらスイッチを押して橋を下ろします。大鳥の小林幸子みたいに出てきましたね。しかしボス戦はこれからです。傲慢の天使、クロウネ。反省しようね。ボス戦では、最初に手に入れたゼウスカノンを使いたいと思います。使ったことはありませんが格がどうこう言ってましたし強そうです。最終兵器が最終兵器のままで終わるタイプの人だ。聞いてるんですかねこれ？エフェクトはしょぼそうですね。新門範囲内にダメージ増幅してもらえたらわかりやすいんですけどね。あれは何か違いますね。地面に向けてゲーム作ってんじゃねえよしね。そんなに怒らなくても。さて、ゼウスガンはあまり効いてる気がしないのでロケランに切り替えます。ああやっぱり大きな炎は心が休まりますね。少しでもダメージ入りそうな武器を使います。クローネは手榴弾も突き出してくるので事故りそうで怖いですからね。でも結構避けてるじゃないですか。そや5回くらい死んでますから、これで最後だ。安らかに眠れ。さて、この先ではなぜか灰が栄養されていました。人みたいに見えるんですけど、これ何なんですかね？ここで天使でも作ってたんですかね？まあよくわかんないものは壊しておきましょう。でもここ、明らかに別の場所で何かがダメージを受けてるんですよね。地面の下で何かが爆死してます。さっきのステージを思うに正しいイベントなのかバグなのかわかりませんね。一応すべて壊して、今回は帰ります。アップグレードでは得られる弾薬が2倍になりました。どうですかね、あれを壊すのが分岐の条件だったのかもしれませんよ。ダメならまたやり直せばいいのです。帰ってきました。最後に武器商人ちゃんに話しかけに行きましょう。こんにちは。特に何もないみたいですね。それでは、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。